6番のプレイヤーは発言してくださいうん何喋ろうかなうん,うんどうしよううん出とくかもう出とくわ自分占いですランダム白は2番さん 2番さんが白でした。えっ、ー、と、ちょっと2周目で出ようかと思ったんだけど、もう最初から出ました。えー、白金きさ、白です。7番のプレイヤーは発言してください。おはようございます、えー。6番さんが2番さんに白出しってことで把握です。6番さんの動き、めっちゃ溜めましたね。超溜めてるのをどう捉えるかなんですけど。 まあそのため方からして、まあ、狂人も全然あるかなってちょっと思ったかな。うん、新名低いとは別に思わないんだけども、なんでそんなためたのかなったのは <laughs>、ちょっと思いました。はい。進行論としてはね、やっぱね、考察とその、考察以外の部分分分けてほしいかな。なんか変なことを言うとね、すぐなんか狂人だとかね、人外だとかって言うんだけども、やっぱそれは別でさ、ちょっとお遊び要素もあると思ってるから、そういう部分と、 考察の分はちょっと分けて欲しいかな、うん、ちゃんと考察していてそれプラスアルファはちょっとなんかね言ってることをなんか人外要素で言うのは俺はちょっとやめてほしいかなと思ってますはい以上8番のプレイヤーは発言してくださいはいおはようございます、えー、村人陣営ですで6番さんが2番さんに白把握しました7番さんは6番さんが超人の可能性もあると溜めていたからうん そうだな。標準であるかどうかわかんないけど、7番さんは新名が、えー、下がると思わないっ,ったんだけど、俺は結構新名が低いかなと思っていて、出るかどうか迷ったって、俺なしならすぐ結果張るべきじゃないですか、6番さん。うん。ちょっと2周目、えー、なぜあんな行動を取ったのか聞かせてもらいたいですね。うん。うん。正直、7番さんの言うように、出方、出方を伺っていたが、えー、っと、 トップバッター引いてしまって、えー、あたふたした人外で今んところ見てます。以上。9番のプレイヤーは発言してください。 これが真の占い師です。3番さんがランダムでられて白と出ています。今とは6番さんは狼で見ています。えー、っと、8番さんに関してはマックス強人かなって感じましたね。うん。占い1人の時にバチコリ殴ってるんで、8番さんに関しては占れてもいいっていう感じがあるのかなと思って、8番さんには強人で見ています。 マックスね。マックス教授で見ています。で、7番さんに関しては、まあ6番さん分からない。7番さんに関しては特に色落ちてないですね。うん。ただ6番さんなんか生存欲のなさっていうか、なんかもうちょっとね、その、狼だったらガツッとね、芯撮ってくると思うんですよね。だから教授名も若干あるのかなと思っています。だから、芯、狼、どちらもあると思っています。ん待って、シーンじゃない。京都、狼、どっちもあると思っています。これやばいぞ。発言、ミスった。えー、<laughs> これちょっと偽お題あげて、ね。 <laughs> 6番さんはね巨人 <laughs> とロうどっちもあると思ってますが。3番さん白ね以上。1番 1> やっちまったな。発言してください。はーい1番どすこい初日の取り組みいきます。6番さんに関してはまあ確かにちょっと怪しいなとも思いました。ただまあこれ僕人狼ではないように見えましたけどね人外だとしてもうんっていうのもうそう食べたのかどうとかっていうよりもやっぱ初日の占いが当たってる時点で。 うん、分かったんじゃないのかなと思うから、2週目、その潜伏したらどういうふうなことを狙ったのかってことが聞けたら、まあちょっと信用できるかなっていうふうに思いました。9番さんの言い間違いについては、まあ一応気にはしないつもりだけど、まあ気にはなるかなって感じですね。はい。8番さんがマックス強靭っていうのもよくわかんなかった。7番さん、8番で言うと7番さんの方が僕は意見がしっかり入ってきたような印象を受けています。はい、まあ8番さんの6番さん殴りは気になったけど、まあ現状は、 1>, 1人しか出てきてない時の発言なので、まあ、2周目したいかなというふうに思っています。6球については一応フラットですけど、現状6番さんが気になってはいます。以上、どストイ。2>, 2番のプレイヤーは、 発言してください6番さんと9番さんの占い師を把握しました。というところで、6番さんがオオカミであれば、僕は囲えていないので、9番さんの白先,先を聞き忘れたので、この後教えてくれると嬉しいかなという感じかな。9番さんの白先についての発言も聞いていきたいと思っています。9番さんに関しては、新占い師であれば、新ろうという間違いは。 ちょっとね、進化強化かなの間違いはちょっと良くないかなと思っていることから、今のところ9番さんに攻めで見ている。で、6番さんが迷ってた理由については、おそらくなんですが、3C オ盤面が6番さんの中で、えー、強いという認識をしていて、例えば占い、えー、にしよう。 強人と人狼が出てきて6番さんが出てきたい2週目で3,4,5番目を作りたいという意図があったんじゃないかなと思っています7番さんに関しては6番さん強人っぽい、まあ、7番さんに関しては特に色落ちないかなという感じ9番さんの視点でちょっと気になったのは8番さんをマックス強人と置いていたが8番さんが6番さんを叩くことによって占い地に入るから8番さんをマックス,ックス強人と言っているのであればその考えは安直すぎないかと思うかなうん 8番さんが6番さんを叩くことによって、占い位置に入るとも限らないから、8番さんをマックス強に人狼の目を向けないのはちょっと怪しいかなと思っている。今のところ、えーうん、どうなんだろう、初日囲うのかどうかなんだけどね、まあ、1番さんに関しては、うん、特に色落ちないけどね、まあうん、9番さんの発言についてちょこっと触れていて、9番さんについての叩きが結構甘かったかなという印象。普通に僕は今のところ9番さんにせで見てますよという感じ。以上。 3番のプレイヤーは発言して,言してください。白いと思う人がいない。白いと思う人がいないって感じかな。うん、7番さんのその6番さんに対して超溜めてるの強靭あるっていうのも全然よくわかんなかった。全然よくわかんなかった、うん。6番さんは普通に3、4を狙いたいから潜伏しようと思ったんじゃないかなと思ってる。それを溜めてた強靭あるっていう視点がよくわかんない。 しょっぱなから狂人が占い師をするかなと思ってるんだよね。その7番さんの視点がよくわかんない。で、8番さんに関してはね、自分もマックス狂人だと思った。だからそこは9番さんと視点が合ってた。あの時点で6を人外で見てる。シーン低いって言ってるのは多分人狼では言えないんじゃないかなと思ってる。うんだから2とは視点が合わないって感じかな。あ、あの9番さんの白先きは僕ですね。はい。9番さんは僕乱くしろで白って言いました。 うん。てか、今んとこね、七人狼、八狂人マークでついてたんだけど、その一番さんの七の意見、めっちゃヘイトを分散させてる狼みたいじゃん、俺。うん。めっちゃそう思われるかもしんないけど、ガチで白いと思う人がいない。村人陣営だからはっきり言いますね。はい。一番さんはね、七の意見そんなしっかり入ってきたかなえと思ったんだけど。いや、今んとこね、あの、黒い人が多いっていう、 印象。<laughs> マジで。うん。あの、占い師に関してはフラット、9番さんのその言い間違いも気になる。うん。ま、あんま気にしない方向で行こうとは思うんだが、その言い間違いやっぱ気になってしまうって印象。うん。僕が人外志向になってるのかな。視点が合わない。うん。8はマックス強だとは自分は思ってる。うん。黒い順、黒い順いっとくか。7、7、2、1。 7, 2, はい4番のプレイヤーはは発言してください、はい4番ですよろしくお願いします村人陣営ですえっ、ー、とそうですね占い結果はものとも把握しましたということでねこれ5で出なきゃい,いけだな,な3番さんのねちょっと一つ気になると引っかかったところがね721っていうのは、まあ、確かに7番さん IC 部のわかるなんで2番さん上げたのかわか,からないんだよな 別にそこまで片白の二番さんはあれは、俺叩くし、だけど。片白の二番さんは叩かないかなって思ってる。今の段階では囲わ,れ囲われてはないかなって思ってる。まずなんで囲われてないっていうか、まず拓馬さんの発言が気になってるかな。拓馬さんはね、もし狼だとしたら初日から多分二番さん囲ってないような気がするんだけど、なんで囲ってないっていうとね、まあ間が空いてたから。 オオカミが普通に2番さんをあれ,囲うあれ、タクバさんがもしローだとして、2番さんを囲う必要ないかなって思ってるの。なんか迷ってた感じがあったから。だからしょっぱな2番さんは俺、囲工やないかなって思って、2番さんは俺、姫路で村かなって思っている。うーん。でね、グレーだとしたら、正直ね、一番黒いと思ったのは1番さんかなって思ってる。なんで俺1番さんかって言ったら、なんかね、6番さんのこと、真だったりなんか、偽だったりなんか、正直迷,い迷ってたところがあったんだよな。 うーんわからないんだよな、一番さんの発言がね。まあでも現状黒いと思ったら、一番この中で黒いと思ったら、うん、俺一番さんって提出します、今の段階ではね占い師に関しては、まあやっぱりね、6番さんよりやっぱ九番さんの方が締めあるかなって思ってる今の段階ではね。うん。それだけは言っときます。以上。5番、のプレイヤーにお願いしてください。いはい、自分村人陣営でした。 よっしゃ、うん。自分が一番今黒く思ってるのは3級ラインですね。あのー、まあ、ぶっちゃけ6級の精査はまだつきませんけど、2、3で精査した場合、あの、2の方が、あのー、白い。3は、うん、9を新目で見てるのかなって、そういう,う,いう発言もなかったし、平等を分散さしてるよね、これ。7、2、1って言ったかなうん。8を、あの、省いてるし、 うん、その、3目線2を疑うのも自然なんやけども、それがなかった。うん。時点で、あま一番、色が見えないのは7、1。うん。4、8は時点で黒いかなって思い、まあ、時間ないんで終あります。6番のプレイヤーは発言してください。はい。えー、やった、成功しました。ムラスラです。 え9番さん確定。9番さん確定ね。だから三四郎確定です。えー、っと、9番さん確定したんで、霊能者と狩人出ていいですよ、これ。え、チャット仕様ありなんで出てください。まあ、潜伏推奨だから、えー、狩人に関してはまあ任せるけど、無駄占いになっちゃうよ。いいのえ、霊能は出ないの霊能。 チャット仕様ありですよ。出ないんか、対抗。俺が霊能です。俺が霊能。えっ、ー、とね、迷ってました。正直、中盤ぐらいだったら占いに出るのはちょっとやめとこうかなと思ったけど、えー、ワンチャン最初に出れば、あの、スライド決まるかなと思って出たら決まりました。なんで、ベンタンクールさん確定。 いやー俺太鼓出,す出したかったんだけどね。これロきょんさんもワンチャンオオカミあるかなって思ってる。これ 3CO にならなかったんで。えー、グレー1は、うーん、どうだろうな。8番さんかなとは現状思ってるかなー。 まあけど、俺のことを殴ってきてるのは、もし俺が占いだったら、占い値に入る行動だから、まあないか。うーん、1番か5番、なんとなく5番さん臭かったかな。1か5で見てます。キューバーさん確定ね。7番のプレイヤーは発言してください。あそう来るか。6番さん。 ますげえ気持ちに見えちゃったんだけど。っとりあえず、例の、もう、新いいですか ?6 番さんで。もう、後付け、なしでいいですかねそれだけ教えてほしいんだけど、もういいで、ね、じゃあ、6番さん、例の確定ね。はい。僕、狩人です。はい。狩人でした。色見えないな僕が狩人だドだからでした。代行は出ないでくださいね。代行は出ないでいてくださいね。お願いしますよ。ね。 ね、ああ、強靱も出れないか、G G G ね、これ。全然分かんないな3がめっちゃ黒くて、俺、6絶対死んだと思ったんだけどね。さんまさん白いち全く言わないから、全然、全然分かんなくて。いやねどうしようかなただね、8番さんがね、やっぱ6殴ってたのは、 遅いね <laughs> 遅いねそれはないでしょう。リバンさん。リバンさん。それはないですよ。はい。あじゃあ、俺、スムラ使用しようかな、じゃあ。ス <laughs> いやー。どうしようかな。え、じゃそれ2位行ってくんない明らかに遅すぎるでしょう。 ねで、霊能の6番が2番疑ってるんだよね。出なかったことに。うん、普通に守れるんで2いってください。はい。いやいや、霊能守らんでいいやろ。9、うん、を守いはい。まあ、九番さんが決めて、そこは。うん、ただ、俺はね、俺は絶対9を守,守るよ。もし、クロスラい,いにするんだったら。うん、そこだけは言っとく。俺は絶対9を守る。以上。8番のプレイヤーは。 発言してください初日ね3番さんが721の順に、まあ、黒い位置あげててで俺のことマックス強人で置くんだったら、うん、何の優先順位かもわからない黒い茶置あげる俺つり押せばよくねっていう,いう点で3番さんが俺に強人塗りしたいのかなっていう印象を受けた、まあ、9番さんも俺のことマックス強人って言ってたけどうん形のなんだけど正直3番さんが強人で見てる。うんで 27なんだけどうんカレード対抗がちょっと <laughs> 遅いんだよね2番さんうん様子を伺ってたのかわかんないけど、うん、カレード行くんであればちょあっ声ないわ2番さんの発言聞きたいけど2番さんに行こうかなと思っている、うん、グレーらしいと思ったのは4番さんで初日の2番さんを村落ちする理由が分かんなかったですうん以上9番のプレイヤーは発言してください <laughs> まあ、これなんかこれ、すべて俺にかかってるみたいな感じになってるんだけど、ラバさんじゃあ俺守って、2番さん、6番さん守ってください。うん、もうそれに優しんで、まあ俺噛まれたらもうしょうがないってことにしたいですね。もう正直言って。うん。8番さんがさ、あその、なんていうの ?27 をじゃあ進路で見てるってこと ?8 番さん。3番さん今日だと思ってるってことは。うーん。ちょっとその思考が全くわからないんですよね。うん。 えーっと、1番さんについては、なんかちょっと余裕あるのか、そのいつも言ってるのか分かんないんだけど、どすこいどすこい言ってるんだけど、これは余裕なのか、いつも言ってるのか、ちょっとよく分かんないですね、1番さんに関しては。で、えー、っと4番さんの、その、Q が新名っていうのが、すり寄りかっていうのが、ちょっと重要になってくるポイントだと僕思ってるんですよね。<laughs> ちょっと4番さん、分かんないっす。 <laughs> で5番さんは俺ね、なんか黒いなと感じたね。3級ローローあるんじゃないかなっていう。なんか見えてんのかな場面が、うん。5番さんかなり黒いと思ったので今日5番さん行きたいかなと思ってるから。もう一度行けば7番さん俺守って、2番さん、6番さん守ってください。うん。これはまあ7番さんにせらったらもう知らないっす。もう俺が申し訳なかったってことでいいです。8番さんに関してもちょっと意見よくわかんないし、うーん。 難しいなこれ。れだこれただ今日は5番さんでいいかなと思っているかな。うん。まあ、もっと色を見せてください、僕に。はい、お願いしますね。うん。はい、以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、2日目取り組みいきます。難しいな僕でもやっぱり2週目聞いて8番さん結構白く思っています。うん、僕は一番4段、4番さんに 殴られたから思うわけじゃないんだけど僕本当に6番さんの色が分かんなかった真か今日かろうかでも4番さんは僕が6番さんを真って言ったりローって言ったりとかってあやふやだから6番さん6番のことを偽に置いてたのはうーん正直2番さんで囲われてるから9番さんに占われたくないのかなっていうふうに思って9番へのすり寄りなのかなっていうふうに思っていましたただ2番さんが狩人で使用してきたことからうーん 人狼でしてくるのかなっていうのは正直思ってるから、うん、27だったら僕は7番さんの方が新名があると思ってる。やっぱりちょっと遅かったからねうん。この場面で平和村で2番さんが人狼で出てくるっていうのはちょっとあんまり考えにくかったから、あっても2番さん強人かなっていうふうに思ってると、そうすると4番さんは別に2番さんの色がね、4番さんが人狼だとしても2番さんの色は見えるわけではないから、まあ、4二のラインはないのかなっていうふうに思いました。で8番さんは、 4番のことを叩いてたから僕、今現状8号もし27 2 7に今日が出てると見てね27 2 7に今日が出てると見て8号かもしくは4号かなっていうふうに思っていますが狩りうどで人狼が出てれば、まあ、全然この理論は、ね、破綻しますけどね、はい、立ち合い猫だまして勝負します、まあ、僕今日2 7だったら僕は2の方が怪しいと思うけどグレーで行くんなら僕は黒ナイスさんに便乗です。ゴッドキング。 押し,出ししようかなっていうふうに思ってていいううふに思うん48はまあ正直8番さんの方はね白いなっていうふうに言ったけど正直分かりませんはい僕は占い師さんに便乗します5番いきますドスコイドスコイ2番のプレイヤーは発言してください はいまず、出るのが遅かった理由について話します。まず、7番さんが普通にアーマーしてるのかなとワンチャン思ってしまった、7番さんがアーマーしてるのかなと思って出るのか、渋ったが、普通に狩竜と対抗で出てた方がいいかなと思って出ていた、で7番さんが撤回しないことから、7番さんに関しては占い位置から外れるというメリットがあるので。 7番さん、狂人はなくオオカミかなと思っている。7番さん、オオカミって出ていることから、7番さんとのラインを見ていきたいんだが、1番さんが僕の方を2戦目と言っていて、7番さんの方を新目と言っていた。どうなんだろう。今日グレーから行くのであれば、普通に9番さんの指定通り5番さんから行ってもいいのかなと思うんだが、9番さんに関しては7番さんが9番さん守りで、本当にいいのかなと思ってる。僕が新のカレドだから、別に6番さん守ってもいいけど、9番さん普通に噛まれちゃうよというところ。うん だから、占い値無駄にするけど、それは、何だろう、9番んの視点だから、またしょうがないのかなと思うけど、こも僕も9番ん守りたいなと思うけどね、7番さんに6番さん守ってほしいなと思っている。まず、狩人で信教で出るメリットが全くないことから、うん、村目線の話をすると、狩、え、人、ー、に狼が出ているという視点になるから、うんうーん、7人のどっちかに狼が出ているという考察になるので、 1>, 1番さんが普通に7番さん9番さん守りでいいんじゃないかと言ったのは気になるけど、例えば9番さんが噛まれて、その後すぐに7番さんがね、自爆したら、初日に連れてない場合に関しては、ほとんど狼1というものが分からなくなるから、僕に関しては9番さん守って、7番さんに関しては6番さん守ってほしいなと思う、守れるものであれば。うん。おそらくそれは飲まないから9番さん守ったと言うと思うけど、うん。グレー1に関してはわかんない。あと強人1についても正直わからないかな。 一番さんどうなんだろうまあ、初日の印象からいければみんなの意見を参考にすると、5番例の、え、この最後、これ <laughs> わかんないんだけど。<laughs> 3番のプレイヤーは発言してください。さい5が例の仕様か。5番さんするか。うん。6番さんが人外で、えっ、ー、とね、 占い師を辞めて、霊能師をする意味っていうのがないと思ってる。うん、5、6だったら、だから5から行きたい。7人だったらね、7番さんのその初日の6番さんへの超貯めてるの、強人あるって言った、強人のりが気になった、7番さん強人だから言ってんじゃないかなと思った。だから7人は真強うん、自分5番さんローだと思ってる。うん、さすがに、 このタイミングでの霊能使用ってだいぶ無茶あると思ってるよ5番さんうん8番さん白いかな、うん、新規を出てると思ってるから8番さんのその最初の6人街で見てるのたたきは白いと思ってるうんそのえっ、ー、とそこを白く見た1番さんとも視点は同じ白起きはできないけど 4, 視点は同じって感じかな1番さんに関しては うん、じゃあ今日5番さんいきますねうんだから消去法でえっ、ー、とグレーだったら4消去法でね、うん、消去法で4人狼じゃないかと思ってる霊能だったら5番さカリウドだったら2番さん今日は5番さんいきますあじゃあカリウドだったら7番んだうんカリウドだったら7番さん,、うん、番さん霊能だったら5番さんグレーだったら4番さんはい4番 のプレイヤーは発言してくださいうんなるほどね。まあ、とりあえず、例の2戦め高い5番さんなんだけどさ、7と2と精査としたらしたら俺、2番さんの方が真あるかなって思ってる。まず理由に関しては、7番さんの最後の質疑を俺は聞きました。あそこですぶをしようかなって言ったらどうしてですかって話。うん、7番さん、完全に2俺っぽく見えたから、俺2番さんの方が逆。まあ確かに遅いのはそうだけど、普通に2番さんの方が圧倒的に俺、真かなって思ってる。 別に、納得いかない,いよは別にいいけどさ、俺普通にあれ、それ正直に答えただけ。多分二2番さんがんだと思ってる。霊能だとしたら俺6番さんが普通にんかなっても妥当だと思っている。うんるまあ、9番さんにも言われたんだけどさ、あそこでさ、96のセンサーとしたらさ、もう一度言うよ。6番さんがもしあれ、まあ空いてたじゃん。で、あそこで、もし6番さんが狼だとしたら、初日で2番さん書こうかって話。あれ、あそ,あそこまあ空いてたところは。 そしたらあそこに露て2番さんかばうってうかね、加工必要ないかなって思って俺2番さん気持ちでムラっていった。うん。キーバーさんにそれだけは言っとくね。で、グレーに怪しいと言ったらやっぱり俺1番さんかなって思ってる。うん。あそこですり寄ったところ便所とっていうのはわからないもんな。うん。で、3番さんにもあれ質問するんだけどさ、逆にさ、あれ、狩人がさ、狼でさ、霊能が強靱っている可能性もあると思うよ。うん。狩人がさ、あれ、 まあ、どちらかかまれないじゃん。うん。後まを残してもさ、どちらかが狼オカになるっていうことになるんだよ。うん。できればね、決め打ちしたいけどさ、まあ、できるだけは、まあ、今日5番さんっつったら、もう6番さんする必要ないかなって思ってる。でね、明日、あれ、カリウドの精査だとしたら、俺もう7番さんの方が完全に理性が高いかなって思って、俺明日は7番さんに入れるつもりだよ。うん、それだけは言っときます。で、9番さんに対しては一つだけ条件があるんだけどさ、もう,もう2となら、もう9で守っていいんじゃねえか。 うん。もう拉致がかないんだけど。うん。リとナラがどうしても9番ーーさん守りたいって言うなら、だったら2人と守ればいいじゃん。それでいいと思うんだけど。5番サイン。議がつかないんだよね。ーー発言してください。はい。自分、霊能です。で、6番、自分はこれ、狂人で見てる。うん。で、27のどっちかに人狼が出てると思って、で、グレイジーで言うと、8番が、うん、サイクロ。まあ、ぶっちゃけ昨日、サンキュークロクロって言ってさ、まあ、まいたな、さそうかと思って。 うん。まあ、9番が釣りして言ってきたから、まあ、半ば諦めてるんだけど、あのー、その3、39ラインを追ってた俺に対して、あのー、678と何も言ってないよね、これ。うん。だから、あの、突っ込むとこであったのに、それをスルーしたっていうのはすごい、もう黒要素である。で、8番に関しては、あの、カリウドローラーもちょっと匂わしてた。うん。 ま67878、ね、ラインあるかな ?8 入れます投票を始めてください。あうん切ってきたんかないやこれクロス越えしていけば勝てるやろ5番のプレイヤーが選ばれました。 うん、7、4?7 は4言ってんの。2が7。まあ8やなくて6入れても今一緒か、俺は。うん。5が8。うーん、七八8ラインしか見えないですね。まあこうなると、あのー、うん。まあ投票見ますけど、 うんまあ、投票見てもあれですね。はい。まあ、六七八と俺のその三9叩きを何も言わなくて、まあ、九からがかまあ、9に言われたらも仕方ないですよね、これは。うん。まあ、例のなんで、あの、六は強人だと見てますよ、自分は。うん。まあ、迷うようなら、まあ、六つってくださいね。うん。 まあ九番そう二七はもう9万おるべきですこれは絶対はい夜が来ました目を閉じてください今朝選ばれたら目を全老、ね、彼の心境やろ 3の投票放棄がな強じんあるんかなうわ何してんのもう白木のさん今日は釣りやんこれあ終わりや黒、ね、これ。 ね5強でしょ、これ。うん。4さん自爆した方がいいよ。うん、はあ。これ2でしょ。24でしょ、これ。か、5、2? そう。4さん黒でしょ。4さんなんて言ったと思う。2番さんは9守ればいいよって言ったんだよね。もうこれで分かってくんないからだからもう2番さん9守ったっていう体で、今日、<laughs> <laughs> どうなってんのこれはもうはーいええー、やすけど四番がんで1 0二四釣り切りでこれ勝ちだねはいお疲れ様でした八番のプレイヤーは発言してくださいうん六番さんがかまれなかったら六番さんを決め打とうと思っていったうんだって五番さんはもう最後七八朗朗とか。<laughs> 折ってて、うん、絶対死んないなと思った。うん。正直、5番さんが、まあ、強人であるんだったら、黙って釣られて、6番さんに色見られた方が、ムラリがあるかっていうぐらい、5番さんが黒く見えた。うん。で、4番さん、7番さんに言ってた通り、うん、クロス声をさした方が、どっちが偽か分かるのに <laughs>、うんそ、4番さんだけ否定から入ったよね。うん。で、ま九9番さんが8番さん、8番さんじゃないわよ、4番さんに黒。うん。 もう納得の結果です、これは。うん。今日4いきますね。うん。4位と終わんなかったら、4位と終わんなかったら、27? どっちかに出てるのかなうん、以上。9番のプレイヤーは、いやいや、八尾さん、4位と終わらなかったら2ね。27かなじゃない、2。<laughs> いや、ヨバさんね、ちょっとすり寄りがすごかったんだよね、俺に対する。 あれってちょっと思っちゃって。あ、よ <laughs> あえじゃあわさん、強人ごめんね、おばさん。ちょっとね、すり寄りがすごいなって感じちゃったんだよね。うん。で、一番さんに関しては、こんなにガツッとすり寄ってこないかなって思う。あ、これ早く終わらせた方がいい一番さんに関しては、そんなにガツッとすり寄ってこないかなと思ってなくて、八番さん、初日も言ったけど、マックス強人だと思ってたんだよ、ね、六番さんし、ね、殴ってることから占い師だった。 違いなかったから4番さん占ったら黒出ちゃったっていうことです。はい、今日4番さんで終わりです。以上1番、のプレイヤーは発言してください。はい、がっつり前み握りました。4番さん投票です。こっちゃんでした。2>, 2番、のプレイヤーは発言してください。 いやね、ちょっとね、言い訳したいんだけどね、6番さんが霊能出てこないって言ってたときね、なんか俺もう潜伏、潜伏しようって決めてて、<laughs> どうしようと思ってるうちに、これ111番目になりそうだったから、もう111番目になったら、俺占われないとほぼほぼ負けだから、どうしようと思って、まあ、とりあえず仮人使用しとくかって言ったら、僕目に見められたから、<laughs> ちょ無理だと思って、7番さんを狼で置いて、僕は9番さんを守れって言って、狼に9番さん噛んでもらうか、 あとは例えば4番さん占って9番さんが4番さん占って4番さん白出て7番さん狼で7番さん次釣って僕釣られて8-1のどっちかに狼い,るいればなみたいな勝ち筋しかなかったちょっとごめん <laughs> 潜伏潜伏しようってちょっと決め打ってたごめんはいすいませんでした3番のプレイヤーは発言してください,は,くださいはい拓馬さんと同じ陣営で勝てたこと私は誇りに思う これは、拓まさんと私の勝利。うん。拓まさんのその霊能使用。素晴らしい。いや、スタンディングオベーション。私と拓まさん、コカイン吸ってます。コカ,インコカインでドンギマギ。だからこそ勝てた勝利。ありがとうございます。サンさん、キューバさん怪しんでたよ。も 発言してください、はい、4番ですごめんなさい、俺、人狼使用します。これ無理ですわ。うん、<laughs> あそこでさ、うん、もし俺の行動としてもこれ9番守られるからって思って、6番さん噛んで、でその後七7と2の精査して、7番さん釣って、で、2番さん強じかなって思って、俺、で、9番さん噛んで、その後あれ、<laughs> なんて言うんだろあれ。<laughs> <laughs> えっとなんだっけもしキューバーさんが別の8と1を裏がってさ、そこからセンサーできたらいいかなと思って行きたかったんだけど、ね、残念だったわ。ああ、そうですか。もう相方5を釣るしかないと思ってたよ、俺目線これは仕方ないよ。ごめんなさい。はい。自爆しますね。お疲れ様でした。夜にスキップしました。 ーいやあ、これ決まったなーやっぱ最初だったから俺ちょっとビビったなこれいけると思ったな、うん、ベンタンクールさん潜伏しなくてよかったわ、これ。潜伏してたら、まあ、潜伏してても3仕様になったか、そしたらスライドあったね。あー、ベルマヨさん、スパチャありがとうございます。 いやーこれはスライド決まったね人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録して是非生放送も見に来てくださいね